えー、こんにちは動画の視聴ありがとうございます、えー、ここでは実際の講義の前にちょっとした自己紹介等をさせてください、えー、この講義,を講義を担当する私根本昌司と申します、えー、平成13年度司法、えー、書士試験に受かりまして、えー、今講師歴は約15年あります、えー、基本的には講義中心の生活をしています実務と講義ではなく講義を専念しているというタイプの講師になっていますで。 担当している講座はゼロから勉強をするという初級講座また一度学習経験がある方を対象とした中・上級講座年間で相当な数の講義を担当しています300近くは担当していると思いますそして初級講座の方では毎年多くの一発合格を出しています例えば昨年とある本校ですが私の講義4人在籍していました その四人中二人一発合格が出ました。では、その担当する私の講座どんなものかを軽く説明させてください。一二三、三つポイントがあります。一つ目、まずインプットの回数が多いんです。でこの多いというのは、その分多い分量が来るというわけではありません。分量でいうと既存の講座の一点二倍、一点三倍ぐらいです。 それよりもしっかりとした理由付け理論付けをしたいんですこの試験って基本,基本的には覚える作業になります単純暗記じゃ無理なんです理論・理屈をしっかり入れた方が覚えやすいんです覚えやすくするために回数を多く設定していると思ってください二つ目の特徴インプット講座自体は年内で終わって半年間 復習に回せますどんなにいい講義を聞いても結局最後は自分でどんだけやるかでで決まりまりすその自分でどんだけやるかという期間を半年設けていますそして3つ目カリキュラムの順番基本復習応用こういうふうに段階を踏むような形にしていますそれが私が担当している全日制音科講座ですではその冒頭部分お聞きください どうぞはい、えー、それでは,では始めてまいりましょうおはようございますでは始めてまいりましょう2019年新全日評価講座不動産登記法の第一回目、えー、前半の講義を担当の根本の方で始めてまいります、えー、まず科目の始めなのでちょっと科目の特性を説明したいと思います講義ノートの方の一ページを出してください 科目の冒頭ではその科目の特性などをガイダンスを軽く10分15分説明していこうと思っていますこちらの方1ページの方を開けてもらったでしょうか帰りの電車で例えば駅のホームにいた方がね俺の人生もうダメだって言って飛び出しそうになったら皆さんどうしますこう違うよねこうじゃなくていや待て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 いやもうダメなんだよ俺も借金いっぱいでもさもう無理なんだよとって言ったらいや止めてなんなんとかなるなんなんとかなると 冒頭 1, 1番見て1位あのー、これ最近そうでもないんですが昔は挫折者が一番多い科目と言われていましたでじゃあなんでこう挫折が多いのかとと言いますとそこに載っていますが法律が難しい難解という点で言うんだったら民法の方がはるかに難しいです。 じゃあなんでこのね科目って皆さんね初めの初学者の方が嫌がるかっていうと理由が3つあってつつ目がとっつきにくいんです民法であれば皆さんの実体験などを考えてああの時こうだったのかとかあ,あれで隠族関係の一表示を終了させるとまあ縁が切れるのかとかなんとなくイメージが持てるとこなんですがこの科目非日常的。 多分やったことない人ばっかだと思います。てかほとんどの方がやったことがない話だと思うんです。まずとっつきにくい。まあこれがイメージが湧きづらいっていうね、点なんですね。このイメージが湧きづらいが難しいと思っちゃうの。イメージが湧きづらいは難しいじゃないです。で次、面白みを感じない。 あの今までであればこの A さんが C さんの保護を考えたい一方 A も騙されたという落ち度もあると。で考えてみるとまあこれは C を保護すべきだよねとかまあ C が悪意であったとしてもまあこれお金を払ってるともうこれ払ってくれるんじゃないかって期待してるんじゃないかとで考えれば C を保護すべきじゃないですかとかまあそんなように誰を保護すべきかっていうことを考えるからまだこう面白みを感じるんです。 例えばこれ20回目ぐらいのね1時間ぐらいだったらこんな話になります。はいでは、これ、印鑑書もいりますかはい、いりますね。じゃあ、どれぐらいですかそう、3か月ですね。じゃあ、次、住民票、これ、いりますかいらない、なんですかそう、所有権の移転じゃないからです。じゃあ、次は、パスワードはいりますかいりませんね。じゃあ、なんですかそう、共同申請じゃないからですえ。こういった話をずっとやっていきます。えするとあの、今までと違って、なんかダイナミックさんも何もなく、いや、つまんねえなと。 つまらないが難しいって感じなんですよ。でね最大なのが一番右なんですこれがね割り切れるかなんですよ。曖昧な理解なまま先に進むって点なんですよ。あの今まで民法をね講義を,聞いた講義を聞いた時にね理解できたのが十だとしたら。 この不動産投機法からはね、講義を聞いて,うて、ね、うちにいてはね、聞いて理解できるのが、おそらくよくて7、ひどいときは4ぐらいになります。よくて7で、ひどいときは4ぐらいになります。でね、これ、うちに書いてしっかり復習するでしょ。うちに書いてしっかり復習してもね、7か8なんですよ。あのね、どうしてもね、全部見ないと分かんないと。あのね、ある意味、またあとで言うんだけど、感覚は 仕事を覚える新入社員で初め仕事を覚える時って言われるままにやるんだけどなかなかね一個一個は何となくそれやるの分かんないけど何となくふわっとしてしまうとでも何年も勤めていると会社の全体が分かってくるとあなんでここに反抗を押さなくちゃいけないかって言ったらあこことここで経理の人がこれチェックするからここで反抗を押するんだなとか全体が分かってやっと理解できるということが相当多いんですよ。なんで一番は私はここだと思うんです。 曖昧なまま先にいっちゃうからこれがね今までだったら10が理解できたのがうわっ今日4しか理解できないやつつまり理解ができないのはこれは自分がまあ頭が悪いからだと4しか理解できなかった自分はバカだもうダメだ海に行こうこんなふうになっちゃうんですよどうしても。ででもねこれみんななそうなので 一発で受かっている方も、ね、みんな始めこうなので特に一番最後ね、曖昧なまましばらくいっちゃうというのはもう腹をくくってくださいはいじゃあ次2番「使用教材」えブレイクスルー「上忠下」と「講義ノート」を使っていきます、まあ、しばらくは上官と講義ノートです。で6本 不動産投機は条文で覚える科目ではない条文は確認して使用するものと、えっと、今日はちょっと6本いくつか使うんですがあの次回からは持ってこなくていいです。6本はしばらくく持っててこなくていいです。えっと、ね20何回目ぐらいに行ったら相当6本を駆使するのでその時になったらね絶対持ってきてくれって言うんですけどあのここから今日以降、えっと、次回からはほとんどと言っても6本引きませんので,なんでもう6本はちょっとあの置いといてください。 でその代わりなんですが、持ってきてほしいのはもう1個ありまし、ね、1個出てきます。で3番問題集と宅イ対策合格ゾーン上下、まあ、しばらくは下が中心書式対策記述式練習帳これを持ってきてください次回からで結構ですこういったちょっとねあの結構分厚めな冊子が1つ,1つあると思うんですよこれを次回からあの6本は持ってこなくていいのでこちらを持ってくるようにしてください で、これ結構家でも練習でつか、やったりして、結構で、ね、忘れる方が多いので。あのもし忘れた場合、本稿に、対いはちょっと違いますけどね。あのもし忘れた場合は本校、ね、本稿で貸し出しができないかというのを確認してみてください。できないか、本稿もあると思いますね。思いますんで、そこはね、本稿に確認してて。はい、じゃあね、えー、続けて四番いきましょう。不動産登記法では、何を学ぶのかと。 例えばその絵を見ていただきますと A がある不動産の所有者で登記名義を持っていますでこの A が右の B に売りました B としてみれば自分名義にしてもらいたいんですよってことでその下見て登記書役所ですほとんどは法務局になりますけどね登記書という役所ここは登記簿を管理しているのでここは登記簿を管理しているので ここにお願いをするわけです。変えてくれっていうふうにお願いをするわけです。でその右側、登記申請、まあ、イメージはお願いです。登記のお願いです。でしかもそこに書く内容っていうのはね、書き方が決まってるんですよ。 どういう項目を書くのか、どこに書くのかっていうね、書く内容が決まってるんです。で、そこに丸印がついていると思います。左が下を見てください。何をどこにどのような表現で書くのか、これが出題の一つ目のメインイベンメインです。メインです。 もう一つあります。えっと、申請書の右下に住民票印鑑証明書登記原因証明情報登記識別情報とあって添付書類ってありますね。この添付ってイメージの通りねつけて出すものつけて出すもの証拠と言ったらねちょっと誤解招くんですけどねつけて出すものとこれも決まってるんですよ。 つけて出すものも決まってるんです。左下、ふとふと線みてください。どのような添付書類をつけるのかと。その横見てください。この基本形を覚えることと。その修正を覚えること。この基本形を覚えることと。修正形を覚えること。 これが学習の7割以上です。今ねこの右側に載せたのは売買による所有権移転の申請書の書き方と付ける書類なんですよ。でこれがね例えば買ったのが2人になると表現変わります。 買った人が2人になったた人人がになら表現変変わわるし付けるしけ書類も変わりますそれとかねこれ売買なんだけどこれが A が死んで B が相続 A が死んで B が相続っていった場合ねつける書類に例えば戸籍が必要になりますでこれがまた何人もいるとまたつけるものが変わります。で不動…えー 民法で相続放棄とかあったでしょ放棄をした場合またつける処類が増えます排除とかあったでしょ結核とかあったでしょああいうのがあったらまたつける処類が変わってくるんですよ基本形プラス修正だと思ってくださいじゃあ基本形がどれぐらいあるのかとというとこれね人によってあのこれだけやっとけばいいよっていう言い方と最低限これぐらいという言い方があるんですが 私的には基本形の種類は127個あると思ってます。127個よいしょはい、でこの今度ね、登記書の下を見てください。 え、等規模のつもりです2番所有権移転原因61年10月10日売買所有者 A 3番所有権移転11年10月1日売買え所有者所住所省略 B えそこのところにも載っていますどのような手続きでどういう登記が出来上がるのかと、これもそこそこ出ますどういう等規模になるかというのもそこそこ出ます メインは申請書の書き方と添付書類で何つけるかです。ただちょっとだけね、まあ、そこそこの数出るのが出来上がりの等規模、どんな等規模になりますかっていうのもね、そこそこ出ます。なんでメインが2つ、サブが1つ、これぐらいな感覚です。メインが2つ、サブが1つと。 ではじゃあどのぐらい出題されるかと、えー、レジュメ2ページ続けてください、えー、不動産登記の出題数得点配分、えー、こちらですがまず択一午後の部午後の1時から始まる試験この午後の部で出ます。 で十二問目から出ます。十二問目から十六問きます。えっと民法が二十問です。民法は二十問です。なんで民法は三点配点で六十点配点ですが。これは十六かける三の四十八点配点です。ただこれだけじゃ済まないんです。その下。括弧二。午後の部書式。 記述式、これ先ほど申請書が出るって言ったでしょあれは誤託試験でも出るんだけど白紙の状態で書かされます。白紙の状態で「あなたが司法書士になったらこの書類書けますか?」と「あなたが司法書士になったら書類書けますか?」と言わんばかりで。 書類を書かせます基本的には白紙から全部書くって感じですなのでこの二に関しては手で書く訓練があります手で書く訓練です この手で書く訓練のために、ね、あの今回、皆さんには講義ノートとは別にこういった記述式練習帳というものをお配りしましてここで、ね、実際に皆さんはこういった白紙の状態のものに書いていって右のようなものを作り上げていくという練習をやっていくことになります。 で次、括弧3で合計ではこれ280点中の実は83点です。民法が択一しかなくて20問で60点入ってたんですよ。ってかどうか考えると実は不動産登記は択一均一合わせるとこの試験で一番配点が高いんですやはり業務のメインほとんどの使用者史のメイン業務だということもあり こちらが一番配点が高くなっていますはいでは え次の6番についてなんですがちょっとこれはまたおいおい説明していこうと思います。今言ってもちょっとなかなか分かりづらいと思うので一方右のページえ3ページ7番に行きます。えっと、復習についてというところですがちょっとページ番号と入れて,おいてください。 で、ブレイクスの86ページまではテキストの読み込みとテキストの確認程度で構いません。もう明日の午前中までにはもう絶対終わらせてください。というか、もう。今日はおそらく今日帰って2時間ぐらいかな。3時間もかかんないと思います。今日の復習はで明日もね。本当に2時間もかかんないと思います。てかむしろそれ以上はもうかけないでください。 本当に全体構造なえ並みに、ね、時間をとにかくええ限定してやってください。今日日くくてて時時間明日もよくて2時間明もぐらいですとなると結構時間が空きますよねそしたら空いた時間何すればいいかというのは、ね、次の行為に、ね、もう誰でも分かるぐらいの大きさで書いておきました。民法の復習です、えー、特に親族相続の過去物の残りやっぱりあると思います。 その親族相続の過去ものの残りやあと物件の残りもあると思いますでただ一番優先してほしいのはまずはね親族相続でやってないもの品質論点でやってないものをまず真っ先にやってくださいじゃあ物件はどうなんだとと言いますと これから物件については、どこまで復習するかを毎回明示します。はい、で具体的に言いますと、えー、っとね、ページの方で言うとね、えー、っとどこだっけな。講義ノートの百九十二というのをね、見てください。 一番最後かなえこれから午後の講義の冒頭のところでまあ午後の講義というかあの休憩時間になってしまうんですがこれ確認テストを行います。民法のの復習とその確認テストを行いますで皆さんはこの確認テストに合わせて物件債権総則をこの順番で復習していってください。えちなみに何で物件を一番初めにしたかっていうと。 この辺りから過去問の量が増えて多分過去問こなしきれてないとか復習が薄いだろうと,と思って物件をはじめに持ってってますで。次に再建で一番最後は相続この相続は初めなので多分学習意欲もありまだ結構記憶があると思うので最後にしていますなのでこちらね、えー、と次の4回目4回目の方ではこの物件の方のぶ、えー、と第2編1章から2章の2節ぐらいまでやっていきます メインテーマは物件的請求権と条ですここまでについて読み込むそして解く読み込む作業と解く作業をして月曜の講義に来てください前にも少し言ったんですが読み込む作業と解く作業は別の日にした方がいいです。 あると時、例えばね、に、えっと、土曜日の方は読み込む。で、日曜のところで、その分をひたすら解くと。えっと、読む日と解く日は分けた方が絶対いいです。読んだ日に解いたら、できるに決まってます。また、できなかった時のショックは計り知れません。で、また、あの、読んで一日経った方が、記憶は定着しますので。ぜひ、読む日と解く日を分けてください。 よろししいでしょうかねで多分ねただね今回の次のね「物件的請求権の177条は」はそんなに読み込みの時間はかかんないと思います。あの覚えることっていうよりもね対抗関係とかの処理ばっかりなのでなのでバーッと軽く確認してねひたすら問題解いた方が知識の入りはいいかもしれません。なので、えっと、親族相続の方をやありつつこっちの方はちょっと軽めに読んで読解く時間を多めにして4回3回目4回目の確認テストの方を挑んでください。 ちなみにこの確認テストはまず間違えないような問題にしていますまず間違えないような問題にしています普通だったら間違えない問題なあ、プレッシャーをかけてますよプレッシャーねプレッシャーを受けてるんですからねまず間違えないような問題を配置していますのでぜひ頑張ってくださいとなるとこの民法の復習をしっかりやりたいから今日の復習は相当軽めにしないといけませんだから今日ね 今日の復習はもうちに帰ってもうちょっとね早めに終わらせちゃってもう民法の復習の方に時間を持っていった方がいいかもしれませんで。こんな感じで民法の復習を不動産登記と一緒にやっていきます。まあ、ちなみにこれずっと見ると親族相続がないじゃないかとって思うんですが親族相続は次の会社法の方で確認テストをやっていきますのでその点ご安心ください。 とということでちょっと五択が長くなりましたので内容の方に行きましょうかじゃあブレイクスルーの一文札の方を出してくださいえっと目次の方なんか見てもらっていいですかね。 えっとブレイクスルー、えっと不動産登記一目次、第一編。不動産東京の全体構造と載っています。でまずは全体構造、まあ大枠のところを掴んでいきます。おそらく今日はこの第一編の二章の途中でおしまいです。でメインは第二編から、メインは第二編からになります。 ではまずそもそもなんで不動産登記という制度がいるかそこからいきましょう、えっと、ブレイクスルー4ページまで行ってやってください。え関数字1番 不動産登記制度の目的、えー、不動産制度の目的不動産取引の安全と迅速ちょっと文章を読んでいきましょうか土地建物といった不動産は非常に高額な財産であるためその取引不動産の売買等は安全かつ迅速になされる必要があるそのためには不動産についての情報がなるべく多く そして正確に提供される必要は生じるそこで不動産ごとに必ず登記簿という形で情報開示をすることにしたとまあ同じことをまた言いましょうか、えっと、上の資格枠に「不動産取引の安全」と書いています。他人物で買買いいいいたたくくななよよね。ね担保見逃して買いたくないよねと 他人物みのえで買いたくない、担保を見逃して買いたくない。ちなみにチロルチョコだったら、うわ、他人物だった、やられたと。まあ、十円二十円だったら、まあいいやってなるんです。不動産なんですよ。不動産。高額な財産は、できるだけ安全に買いたいんです。高額な財産だからこそ、できるだけ安全に買いたいんです。 でできるだけ安全に変えたいんです。他人物は嫌だし担保見逃すのも嫌なわけですよ。でまあかといってね調査に時間かかるのも嫌なんです。あの家をずっと眺めてね「堤塔が刺さってないかなと」あ「今日は見えないな」「明日雨だからね明日なんて見えるかな」とかね 探偵を雇って、ね、聞いてみたりとか、信用会社をね頼んでね、ねえ何かありますかとかね聞いたりとかね。そんなの時間もかけたくないんですよ。結構これ矛盾するからね。安全に買いたいけど早く買いたいとか。安全に買いたいんだけど早く買いたい。ある意味矛盾します。 それを満たそうとするのが登記制度なんです。上から5行目かなつまりから読んでいきますと。 えつまり不動産についての情報を不動産ごとに備えられた登記簿に記録することにして不動産取引に関わる人のために公示することにしたのであるこれにより不動産に関する安全な情報を迅速に取得することができ不動産取引に資することになるいいう制度を設けていますそれを見れば誰が名義人か分かります。 また担保がついているかどうかもわかります。名義人がわかります。しかも担保がついているかどうかもわかります。等規模っていうのを見れば所有者がわかるし、担保もわかります。そこはいいかね。いいかね。いいですか。であのしかもこれね安全な 情報を迅速ってあるんだけどね安全な情報っていうイメージこれ誰が作ってるかってことなんですよ国が作ってるんですよ国が作ってるんですあのね正直言うよ更新力はないよ更新力はないから信用しても信用しても保護はされないよでもねもしそれ嘘っぱちだった場合は国家賠償請求とかできるんですよ 国が作っているから、更新力はないから100%信用できないよ。でも国が作っている情報っていうのを考えれば、やっぱり信用性高いんです。国が作ってるってところで、ね、いくと信用性が相当高いんです。個人の信用会社とかね、え企業とかに、ね頼,むとね、頼んで調べてもらうと比べれば、信用性が相当あるんですよ。 皆さん受かったときに、ね、すごい受かったとしばらく感じるのはね,あのね国のハンコっていうのは絶大だってわかります。登記簿っていうのはね国のハンコをしたんですよ。その国の証明っていうのは、ね、絶大に威力あるんですよ。でしかもこれってどうやったら取れるかっていうとこれは法務局ってとこに行って600円払えばものの23分で手に入るんです。23分で。 国が出している安全な情報がしかも23分で手に入る国が出している安全な情報が23分で手に入ると。 まあちなみに10年ぐらい前なんですけどあの、えっと、お隣の国の中国があの日本にね登記制度を学びにえ役人の方が来たんですよ。というのは向こうにはその登記制度っていうのが一部分しか今でもないんですで大昔は全くなかったんですよねだから不動産取引なんかするときは何をもとに買えばいいかっていうのがね相当揉めたんですよ。日本の場合は不動産取引をしようと思ったらまず登記簿を取って 誰が名義人かを見る担保があるかどうかを見る100%保証はできないけどある程度信用ができるそれをもとに変えるんですでもそれがない国って不動産取引に入る段階で相当準備段階がいるんです準備がいるんですよ売買契約をする前に本当に損していいのかとはいということで ちょっと今のところの感覚が分かっているかどうかでお聞きしたいんですが、なんでこの制度があるかっていうと、不動産の取引を安全に、でも早くやりたいんだよね。じゃあ今から言う内容は、等規模に入るか。所有者が差し押さえをくらった。差し押さえをくらえば処分権なくなりますよね。入ってもらわないとむしろ困るよね。 不動産を安全に買いたい。だから例えば差し押さえかなんかは、差し押さえってのは登記事項、登記簿に入るようになってるんです。え、都度都度言っていきます。この不動産制度の目的は、安全に、けど迅速にやりたい、そのための制度だと。安全な情報を迅速に手に入れるんだと。 じゃあ今度は次関数字2番に行きましょう不動産登記の機能、えー、不動産登記の機能不動産ごとに権利関係の現状の情報および権利変動の過程の情報を公示するとポイントが2つありますまず1つ目は不動産ごとって言葉ですごとえっと1つ土地があれば 当期のデータが1つ建物が1つあれば当期のデータが1つです不動産ごとに当規模人不動産ごとにデータが1個と思ってくださいそしてもう一つが何を見せているか何を見せているかと。 それが枠の中3、ね、行のところ、権利関係の現状の情報だけでなく、権利変動の過程、プロセス、流れ、プロセス、流れ、特にこの過程です、プロセス、流れまで見せているということです。 じゃあねこの下の文章1234567行かな7行とあと,ちょっと長いんですけどね左側のワンポイント全部読んでみてください。 ま毎年口頭で説明していたんですけど、ワンポイントに入れてもらいました。こんな感じでね、預貯金をイメージ。預貯金なんかは、今の金額と、そこまでの金額の流れがわかります。こんなイメージを持ってやってください。では、ちょっとまた、見るがで構いません。画面を見てやってください。中間省略登記の禁止って概念がありました。例えば、A. から B.。B. から C. と所有、え所有権を移った場合。 登記名義を A からダイレクトに C に持っていく間をすっ飛ばす間をすっ飛ばすのはダメだと言いましたじゃあなんでこれがダメなのかもしこれを認めると1番で A2 番で登記名義が C となりますこれって今の所有者権利関係の現状はこうじてきてます現状は。 今の所有者は工事できていますが流れが嘘っぱちでしょ。流れが A から BB から C じゃなくて流れが A から C という嘘っぱちになっちゃう。家庭の工事になららなないから中間省略投機はダメなんです。なんで、ね、今理屈が分かれば構いません中間省略登記は NG だと家庭の工事にならない中間省略登記は NG。 家庭の工事にならないそれが分かればいいです今までなんでダメダメと言ったのかって言ったらこれは流れが嘘っぱちになるからってことだね流れが嘘っぱちになるからダメだとそれが理解できれば無理に書く必要はありませんがえお待ちいたします待ちますので 流れが嘘になるからダメだってことなのね。 はいじゃあこれぐらいにしましまょうかじゃあ画面残しておきましょうかねじゃあ今度右側のページ関数字3番かな、えー、不動産登記に関する全体像売買契約のあと登記が入るまで売買契約から登記が入るまでの流れが載っていますちょっとね事例1から7ざーっと読んでみてください。 でではちょょっとこれを絵で説明しましまうかで連絡ページを9ページと振っていただいて9ページでまた説明していきます。はい、ということでちょっとまた画面の方を見てやっててください。 えっと、不動産登記に関する全体像括弧一、不動産物件変動発生の過程と。売り主買い主の間で、契約を交わします。横バッテンで結構です。ここはばってで結構です。契約を交わします。一番右側に、不動産売り渡し証書と載っています。もう自分のやつ見てやって、これで。 これで所有権移転という物件変動が起きるわけですじゃあ次は2の絵を見てください左側権利者飼い主と思っていいです右側義務者売り主と今んところは思っておきましょう左側飼い右側売り主 で買いと売りがいてその下司法書士による申請とあります。でここは委任契約です。委任契約、代理でも結構ですが委任契約を結びます。あの登記は自分でもできます。あのそういう書籍もいくつか今出てます。登記は自分でもできますが九割以上は司法書士に頼んでるというのは実情です。 9割以上は司法書士に頼んでいるというのは実情ですまた全体構造も少し言ったんですけどねあの銀行が絡んだ場合はまず司法書士頼めって言われます自分で登記するって言ったら銀行はまず融資をしませんでまずというか100%しませんなんで自分で登記はできるとしても銀行絡んだらまずやらせてくれないと思っていいです で司法書士は何をするのとそれが右側司法書士1当社からずり落した書面や電子的記録現在の登記記録12を材料とし登記申請情報を作成するとえその右側登記申請情報登記の目的所有権移転と書いてますよね。 先ほど言った役所に出す書類役所に出す書類を作るわけですで厳密にはこの役所に出す書類を作ってその後にホチキスまあ昔ながらでいいけどねホチキスで付ける書類をバチンバチンと止めて役所に出すわけです申請書を作って書類を付けて役所に出す法務局に出します では次の絵にいこうかちょっとこれ画面アップさせるね次の絵あっ先ごめん括弧にタイトル見てあって登記申請の過程出しに行くってことね登記申請登記のお願いをしてるってイメージねで括弧さん登記実行の過程とありますえ登記官と書いてありますこれは法務省法務局登記所で働いている役人の方 登記所で働いている役人の方です登記官この方が出された書類について審査をします通していいかどうかの審査をします で通していいと判断したら、登記規模にこれを記録していきます。登記簿に記録していきます。あの昔はね記載って言ったんですけど、今はデータで登記簿を作っているので、今は登記簿はデータなので記載ではなく記録という字になっています。 はい、でその右側を見ますと登記の申請情報現在の登記録添付情報1から3を材料として登記録を記録するで横に3番所有権移転所有者 A というものを入れるとここまでが売買契約して登記が入るまで売買契約して登記が入るまでの流れです。 で4、登記簿公開の過程第三者、その下、登記書、登記記録登記簿は誰でも見れます、誰でも見れます所有者以外でも見れます、これから買おうと思っているそんな理由も言う必要ありません、誰でもこれは見られます。 登記事項要約書登記事項証明書請求右第三者請求書の記載手数料の納付書面であれば600円書面であれば600円これを払って登記書に請求すれば誰でもデータえこのプリントアウトがもらえます誰でもです。 ではここまでのところを文章でも少し確認しちょっとずつ知識を増やしていきましょう、えっと、6ページ一旦戻ってやってください、えっと、2番「登記の申請」えっと、上から二段落目2段落目,段落目このからいきましょう。 えこの登記の申請は当事者自ら行うこともできるが本人申請登記の専門家である使用書士に登記申請手続きを,代理を依頼するのが通常であるえ代理人申請えだ依頼を受けた使用書士は誤って登記がされることを防ぐために当事者本人の意思を確認し目的不動産に関する権利関係を確認した上で必要な書類等を図領するとじゃ次いっちゃってください3番登記の実行。 当期の申請情報及び添付情報が当期書に提供されると上記事例後当期官はその申請情報を受け付け通信申請情報を審査し不適当であれば補正を命じ補正がなければ取り下げるか却下すると補正、取り下げ、却下でねこれ多分日常用語に近いよ補正っていうのは直せってことね。 補正は直せとで。ただね、あまりにももうミスがひどすぎると補正じゃ効かなくなります。でこの場合、登記書側はほとんどと言っていいほどね、取り下げてくださいっていうことをお願いします。こっちにね、もうこれ通せないんで取り下げてくださいと。 取り下げを大体お願いしてきます。で、ただ、これでもどうしても従わない場合は却下と。もう受け付けませんよっていうね。一方的に跳ね付けられます。あの、現実はもう九十パーは取り下げです。あの却下になったらね、それはそれで一つのね、一大事件です。あの書誌却下下ったらしいよと。 何したのと「いや絶対登記は通る」とかね合情あったらしいと普通却下になんかまずなんないですあとでやるんだけどねあの却下すると事後的な手続きが登記所側もすごい面倒だしこっちもすごい面倒みんなが不幸になるんですよなんで頼むから取り下げてくれとこっちもおクも手続き楽だからそっちの方がとって言ってくるのでまず取り下げを進めてきます 講義の受講お疲れ様でしたどうだったでしょうか、えー、私の講義というのはいろんな特徴があります、えー、いくつかポイントを指摘していこうと思いますまず冒頭に出ていますが狙っているのは分かりやすい講義もちろんそれは当たり前ですそれ以上に狙っているのが記憶に入れる講義なんです一番の理想にしているのは講義を聞くそうでも記憶になるこれを狙って講義をしています そのためにいろんなことをやっています。ルールというのには理由があります。その理由が分かった方がルールって覚えやすいんです。なんでできるだけ多くの理由付けをつけていきます。理論っていうと難しく感じるんですけど、その理論理由っていうのは分かった方が覚えやすくなるんです。また反応を見ながら生講義で反応を見ながらあ。 これだとあんまり伝わらないな、じゃあ別の表現にしようとか、あみんながこれ結構頑張ってやってるなと、あこれみんなか書いてるなって思ったら、そこは何回も何回も説明する、そんな感じもしています。また衝撃を与えようと、いろんなことをやっています。これが私の講義の特徴です。次に。 え私自身は講義というのは内容を説明するだけじゃないと、講義というのはプラスどんなふうに勉強すればいいかとそこまで伝えるのが講義だと思っていますどの時期にどんなことをやればいいかそういうことも指示をします実は科目ごと何曜日に何をやるべきかということをすべて指示します 何曜日の何はどこ何をやっておきなさいということを一個一個細かく説明します。また一つの科目が終わり次の科目になったら前の科目の復習がいります。そそうしまししままたらその復習も指示します具体的に言うとこの辺りで前の科目の復習をしてってねと,という指示をします。で指示しただけじゃやらないの分かってます。 だから何ページから何ページまでやってくれということも言います。で、それだけでもやらないの分かってます。だから。テストをしています。合格者であれば間違いない。そういったね。問題のテストをしています。そのテストをするってことによって、あ、やんなきゃっていうふうになって。復習にどん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 皆さんが向かうようにすると。年内の講義では、どのタイミングで、どの科目を復習すればいいか。 それを一切悩む必要はありませんこっちが指示したことを指示した通りにやればいいですまた直前期の学習計画というのも皆さんに提示しますその直前期の学習計画もこちらうまく学習が進んでいる人のパターンも示しますしちょっと遅れ気味だという方の学習パターンも指示しますこちらが順調な方 これがちょっと遅れ気味の方内容についてはまた本え本論の講義でしっかり説明しますそしてもう一つが過去問重視の指導をしていますこの試験は基本的に過去問プラスアルファで受かります過去問はできなきゃいけないでもプラスアルファもできなきゃいけないでも大前提は過去問です過去に出た本試験問題 それを過去問と言いましてそれをどれだけしっかりやるかなんですなのでこの私の講義では学問的に重要重要でないもちろんそれも加味しますがそれ以上にやはり過去に多く出ているところには時間をかけるそうでないところ学問的に重要だけど全く出たことがないそういったところではメリハリを相当つけます また実際今日の講義が終わったらどの過去問どの過去問を解かなきゃいけないかということも指示しますでその指示の仕方についても時間がある方はこれぐらいでない方でも最悪これぐらいと,とかこの問題は絶対繰り返して解いて覚えるまでやってほしいそういったところまで指示をしますそして次の特徴が出題予想の 踏まえた講義です例年私出題要素の講義を担当しています。でこの試験って実は室内にサイクルがあるんです例えばある分野はオリンピックにしか出ないって論点があるんです。もしオリンピックであればその年の可能性は高いだからそこは思いっきり時間かけます。逆に オリンピックじゃなければ、そこの可能性は低い。じゃあそういった可能性が低いものは、ポイント指摘で止めます。こういう形で、年度ごとにメリハリを相当かけて説明しています。以上が私の講義の特徴になります。まだまだ伝えたいこといっぱいあります。もしよければ、一度本稿ウェブ等にアクセスしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。